鈴木貞一12月16日から1989年7月15日は日本の軍人、陸軍中将。通称、背広を着た軍人。三冠四愚と呼ばれた東条英機側近三冠の一人とされる。千葉県山武郡柴山町出身。千葉県の地主である鈴木八十吉の長男とし生まれる。私塾政経学者を経て、京北中学校を卒業後、満州の森林開発に携わることを志望していたことから、東京帝国大学農学部を受験する予定であったが、直前に腕試しのために受験した陸軍士官学校に合格したことから、当時陸軍騎兵大佐だった加瀬静武の勧めもあって陸士へ進学することとなった。1910年に陸軍士官学校、1917年に陸軍大学校を卒業した。陸大では英語と中国語を専攻し、卒業後も品問題に関する研究を続けたことから、参謀本部の品班、作戦課での勤務を命じられ、上海及び北京、武漢に駐在した。1927年11月、深山亀三郎らと共に木曜会を結成。1929年5月19日、永田鉄山、東条英機、板垣征四郎、石原莞爾ら陸軍中堅将校が結成していた二曜会と木曜会が合流して結成された一石会のメンバーにもなった。1931年3月事件に参加する。鈴木は前述の通り、背広を着た軍人と呼ばれていたように、実戦部隊での経験はあまりなく、対外的、官僚的な仕事に携わるケースが多かった。1931年1の満州事変勃発に伴い軍務局勤務になると同時に自らが代表となって満蒙藩を立ち上げ、ほぼ独断といった状態で満州政策を推し進めることとなる。その際、白鳥俊夫や森勉と連携して国際連盟脱退論を主張し、軍部における連盟脱退推進派としてその名が知れ渡るようになる。1933年に情報機関の新聞班長となるが、北京駐在以来、古野伊之助との縁も深い。古野は企画院時代に鈴木門下となった逓信官僚の奥村喜和夫とも縁が深い。1936年の 2.26 事件の際には山下智之と共に青年将校の説得に当たった。この時期の鈴木は行動派に近いポジションにあり、事件の青年将校にも同情的であったが、事件以降、巧みに統制派にくら替えし、やがて東条英機の側近に上り詰めていった。同じく行動派に近かった山下が、事件以降に不遇に陥り、逆に統制派だった武藤彰が後に東条と対立して、山下の部下に転じたケースとは対照的である。このことから鈴木を陸軍内部で稀に見る。オポチュニストだとする見解も少なくない。1938年4月14日に第三軍参謀長、同年12月16日、公安院政務部長に就任して1940年8月1日、中将に昇進した。同年12月23日、公安院総務長官心得に就任した。1941年4月4日、予備役編入となる。それと同時に、第二次、近衛内閣国務大臣兼企画院総裁に就任した。以後、第三次、近衛内閣、東条内閣で、それぞれ国務大臣を務める。東条内閣の際には、イギリスのインド植民省を真似て、大東亜省を設立して、外務省のアジア関係の権限をすべて陸軍が奪い取り、自らが事実上の外務大臣になり上がろうとしたが、大臣には、青木和夫が任命されて失敗に終わっている。1941年、東条英機内閣の閣僚たち東条内閣時、帝国議会の閣僚席は内閣総理大臣の隣で東条英機に近い重要閣僚であることを印象づけている。東条内閣発足時の記念撮影でも東条の横に写っている。ニュース映画では農林大臣、井野博也が進み出ようとするのを遮って、最前列に出たのが確認できる。太平洋戦争開戦直前の1941年10月から12月の御前会議において、日本の経済力と軍事力の数量的分析結果に基づき、開戦を主張した。会議において、鈴木は ABCD 包囲網等により、石油が禁輸されてしまった以上、3年後には供給不能となり、産業も衰退し軍事行動も取れなくなり、品だけではなく満州、朝鮮半島、台湾も失ってしまうだろう、と主張した。故に、天皇に座して相手の圧迫を待つに比しまして、国力の保持増進上有利であると確信いたしますと述べた上で、米英蘭と開戦して、南方資源地帯を占領することが必要不可欠だ、ということを説明した。また、戦後の鈴木へのインタビューによれば、企画院総裁就任の当初、船舶の損耗率の問題で、対米戦争は困難という分析結果を発表していたが、東条内閣の成立と同時に、海軍が責任を持って、損耗率を抑えるから大丈夫だと主張したため、心配はない。この際は戦争した方が良いという見解に変わった、と述べている。加えて、前述の通り、物資がないために開戦に踏み切ったのであって、日中戦争が泥沼化した時点で、すでに開戦は不可避だったと認識していた、とも語っている。1942年2月に大東亜建設審議会幹事長に就任した。1943年10月8日に、貴族院議員に就任して、内閣顧問、大日本産業報国会会長を務める。鈴木定一終戦後の1945年12月3日にA級戦犯に指定された。極東国際軍事裁判で鈴木がA級戦犯として告訴された最大の要因は前述の御前会議において開戦を主張したことにあるとされている。終身禁錮の判決を受け服役する。1955年9月17日に橋本金五郎、茅尾紀則と共に仮釈放されて、1958年に赦免された。長年、朝になると発生による健康管理を行っていた。特に、巣鴨プリズン収監中は、鈴木の声が獄中の目覚まし代わりになっていたという。NHK 特集、巣鴨プリズン解体出演時のインタビューでは、東京裁判について、連合軍が我々を裁く根拠がない。そう言ったら、彼らは人民の名において、とか言った。人民の名などという法的根拠はない。結局、戦争に負けたから、我々は裁かれるのだと語っていた。赦免後は、電力王と呼ばれた松永安左衛門の要請で、産業計画会議員へ一度ついたが、岸信介内閣成立後の1959年に、自民党から参院選出馬への要請を受けるも、もう私の時代は終わった。一度、頂点の舵取りを誤った者は、二度とその職に就くべきではないと拒否して、公的な役職に就くことはなかった。しかし、保守派のご意見番として、自民党の国会議員から意見を求められることが多く、佐藤栄作のブレインとして、彼を支え続けたほか、岸信介や福田赳夫、三木武夫など、自民党の実力者とも懇意にしていたと言われている。1973年に自邸があった東京都世田谷区から千葉県山武郡柴山町の生家へ転居し、世間と一切の交流を断つ形で静かな余生を送った。ちなみに、近所の住民からは、閣下と呼ばれていたという。NHK 特集、戒厳指令更新を傍受せよ 2.26 事件、広くに。NHK の取材に応じて VTR の形で出演し 2.26 事件当時の様子を語っている。この番組では事件当時戒厳指令部によって傍受、録音された鈴木及び家族の肉声が放送されている。この時の取材及び録音内容については番組のプロデューサーだった中田誠一の著書盗聴 2.26 事件に記されている。NHK の取材を受けた当時の鈴木は卒寿を迎えていたがダンディな服装で現れ、記憶力や会話も極めて明晰で中田を驚かせた。1989年に100歳で没した。A級戦犯として起訴された人物としては、唯一平成まで存命した最後の生き残りであった。葬儀は、東京都杉並区の副葬儀で営まれ、葬儀委員長は、福田赳夫が務めた。ありがとうございます。